どうも天心向井です。はい、ということでこのチャンネルは、アニメの感想やゲーム実況やガチャ動画なんか上げております。はい、今からまたアニメの感想も喋らせていただきますけれども、気に入っていただけたらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。はい、ということで、リコリスリコイル第13話見させていただきました。もう拍手です。もうこれは拍手でございます。いや本当にね、素晴らしい。はい、うんうん、始まって、中盤かなぐらいで本当にいろいろ思って、とんでもない方向に行ったらどうしようみたいなことを思ってたんですけども、本当に、何でしょう、どの言葉が的確かな、劇場版のエンディングだったな。うん、劇場版のエンディングを見たような感覚。うん、まあつまり非常に濃密、ごめんなさい、非常に濃密で、濃厚で、それでいて、リコリスリコイルに思う一番のハッピーエンドを迎えてほしいなっていうところの最高の着地点に届いたなというか、飛距離もすごいし到着地点も完璧だったと個人的には思いました。はい、うん、なんかね、千里と真島の関係っていうのがすごく良くて、個人的に、まあもう絶対にこの最終話で決着はつけなければならないっていうことは一旦決着はつくし、まあまあ千里が勝利するわけなんですけど、でもそんな中でもやっぱ真島が撒いた種っていうのは、まあこの、都内に銃と一緒に、きっちりばらまかれて、そして真島は、間違いなく生きているじゃないかという、まあ概念の可能性もあるのかな。でも真島みたいなここまでのキャラクターを、これは野暮か、2期とか続編とか考えると真島っていうキャラクターはものすごい重要であり、千里の逆を言ってるわけですよね。世の中を正そうとしている、まあ世界を変えようとしている、まあ本当に真島と千里の戦いの時に言われてた通り、真島は世界を変えようとするし千里はそのままでいいと言っている。でも本当にその二人が、なんだろうな、ゆっくり飲み物を飲みながらお話ししているとかも、なんかというかすごく凝縮した関係性なんだなという気はしましたね。ここにおいては別に喋ってもいいけれども、譲れないものにおいては戦うというその気持ちっていうのが、あそこで一回休むことによってよりくっきり、太線で描かれたみたいなイメージになるのかな。だから真島と千里は絶対に分かり合えないからこそ、あそこで、何でもない瞬間に、普通に喋れる。まあ真島も言ってました、DA が弱ってるんなら俺はお前の味方にでもなるぜっていう、こういうことが交わることがなさすぎて起こりうるんじゃないかななんて個人的には思いました。まあ本当に下世話です。今続編の話なんて分かんないしあれですけど、まあ続編が出てきてどこかのタイミングで、真島が助けてくれたらめちゃくちゃエモいとは思いますけれども、でもそれを狙ってのあの一言じゃなくて、そこが、しっかりと千里と真島の違い、をいろんな言葉、まあトーン、置かれたものにおいて変えているけれども、ただ真島はどっちにしてもやっぱ、その世界を正すプラス純粋に千里と戦いたかったっていう気持ちが強かったのかなと思いました。最後の塔を破壊するっていう、円空木を破壊するっていう下りじゃなくて花火だったっていうのも一個、あの勝利における、祝福のような
気がしたっていうのは、だから結局1枚も2枚も真島の方が上手だったかもしれないしっていうことを考えると、なんかそこの戦いにおけるこのエクストラボーナス感というか、うん、やっぱり話自体は12話で解決してる部分の真島と千里の戦いを最後まで見届けるっていう意味のこの13話はすごく意味がありましたし、で何よりミカ、うん、あそこでミカがきっちりと出てきて、ついてる女性に対して千里に対しての思いをぶつける、そして足は回復していた、涙を流しながらヨシさんを撃つ、おえとかっこよすぎひんかミカ、こんなかめちゃくちゃかっこいい、愛した男に対してのあの気持ち、泣きながら最高です、最高です。そして、ニューハッピーバースデーに対してのあのメッセージをしっかり、ヨシさんの愛した男の最後の最後のラブレターをきっちり見せないあたりとか、いやよかったな、あんなことされちゃちょっとねえ、いやよかったな、信者は嘘言わないっていう、あそこにおける心臓っていうのが嘘じゃないっていうのも一個聞くじゃないですか。でも吉さんは本当に千里に対して才能に対してのまっすぐな目っていうのも最後まで変わらずにっていう、本当、ヨシさんとミカにしても真島と千里にしても全部の作りですよね、全部のこの対抗勢力は、真島が言ってた本当に全員が正義の味方だから誇り得てるっていうことが、表してるなと思いましたね。ほんで映画が好きだったのはやっぱ本物の悪っていうのは映画にしかいない、結局悪が悪であるなんてことが存在しなくて、正義対正義がぶつかってるけれども、その中のもう目線でしかないっていうことを言ってて、だからこそ僕はこういうしっかり最終話で千里がいなくなって、でいなくなったのを滝名が探しに行って沖縄で見つけた、そしてちゃんと心臓も移植されて、生きることになった、何ってことない海でね、諦めてたことをやったらいいんじゃないですかっていう滝名に対して千里がそうかということでワイハー、ここで終わるかと思いきや、ここできっちりカフェリコリコをハワイに持ってって、ハワイで、運営してて、ハワイの格好をしてトラブルを処理しに行く、そこに対してあの少しギャグテイストで終わるっていうのがどう考えても劇場版の終わり方です。一気でこんな終わり方できない、これが映画なら、これ映画だと思ってください、ほんまに映画だったらめちゃくちゃすごいっていうことを一気でやってのけた。映画って1期2期、まあ1期だけでもいい、このしっかりしたキャラクターを背負って背負って背負った上で、この90分から120分で完結させることにおけるあそこの余裕のあのエンディングっていうのはありえるんですけど、この1期のみでキャラクターの説明をしながら、いろんなキャラクターを深掘りしながら分かっていきながら、最後ヨシさんと最後のミカのやり取り、真島と千里のやり取りを解決しながらも、千里が、いなくなった、それを連れ戻して最後ハワイに行く、これができるかって話、すごい初めてです、もうすごくて泣きそう、すごくて泣く、いいもん見せてもらったなとしか思わないんですけど、願わくばというか、まあこんなもの僕が願おうが願うまいが、もう続編がないわけじゃない、こんな素敵なストーリーで素敵な形で終わって、誰もまあ、主要メンバーは死ぬことがなく、それ2期もあるし映画もあるよ、絶対にこればっかは、こればっかは言わせてください、なけりゃもうやれん、なけりゃやれません、
生きれません、本当に。でも素晴らしかった。うん、もう語彙なんてなくていいと思う。本当に超王道のバディものとして全て過不足なく揃えて、このラストならもう完璧ですと僕は思う。みんなはどうだ、みんなはどう思った。ちょっとごめんなさい、鼻が、コメント書いていただけたら嬉しいなと思います。はい、ということで、チャンネル登録や高評価もお願いね。ということで、リコリコ最終話の感想でございました。以上、天使向かいでした。ありがとうございました。